藤谷蓮次郎です。今日は続けております、ずっと続けております、1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズで、原田真二さんの、原田真二&クライシスという名前になってますけども、 Save Our Soul という1983年7月に出たアルバムの全曲を紹介しているシリーズ参りたいと思いますが、また毎度同じで恐縮ですが、お願いをしておきます。ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。私としては皆さんにチャンネル登録をしていただいて、そういう方が増えていかないとなかなか続けることが難しくなってまいりますので、ここは一つ助けるあるいは励ますと思ってチャンネル登録の方、またの方はぜひよろしくお願いいたします。それでは参ります。セーブ・アワ・ソウルの今日は6曲目になります。6曲目、マジックという曲です。これも、C 曲、編曲がいちいち言わなくても、ずっと雨のハイウェイ以外は原田真二さんご本人なんですけども、これもなかなか隅に置けないというか、最初デジタルな音で、少しこう、ちょっとこう機械的な歌で終わるのかなって思ったんですけど、まずメロディーが例によって、15秒20秒くらいで次々に別のパートに、嘘こんな展開するのっていう原田真二さんらしいメロディーの展開ぶりを見せることに驚くのと、それから詩は実はまた原田真二さんらしい、このマジックというのは人が人に恋するあるいは愛する魔法みたいなことを言ってて、これが不思議なんですけど、この人キャンディーでデビューした大変可愛らしい男の子のシンガー、ソングライター兼シンガーとしての時代のイメージと全く違って、人類愛みたいなところに行くんですよね。少し宗教的に、宗教がかったというか、ここでも男女の恋愛、君が好きで愛してるとかいう話ではなくて、一般的な意味で誰かが誰かを愛することによって人生の価値を見出す、それがマジックだって言ってるんです。でそれもどちらかというとデジタルな独特の機械音みたいなところから、でも耳につく感じじゃないですよ。でメロディーになると一気に明るくなって、それがまたいろいろパートごとに屈折していくと、よくこれだけのイマジネーションがポンポコポンポコ出てきたなと私は思うんですけど、それ以上にやはり、一般的にやっぱり好きだ嫌いだ、嫌いだってことはないですけど、好きだ愛してる、そういう言葉が若い男女の愛とかになった方が一般的な聞き手の耳には届きやすかったことを考えると、単純な恋愛感情にいかない原田真二さん、それをマジックと呼んで、ある意味この世界は動いているマジックに関して視線をそらさないというのが、この人の面白いところで、なかなか初期の大ヒット以外はなかなかこうこれだけいい曲作ってても一般化していかなかったっていうのは、その辺の難しさはあったのかなって気はいたします。ただしここでマジックで、その言ってみれば人類の愛情みたいな、人類の他の人間に対する愛、それが世界を支えてるんだという確信が Save Our Soul、 次の曲につながるという面になるんだと思います。歌詞のスケールの大きさというところではだけではなくて、どうしてもね、売れるためにやっぱ詞が割とシンプルというところがみんなあるわけで、でも原田さんの場合だとね、単純に気持ちよくするという面じゃなくて、メロディーも驚きのメロディーっていうのはこの人多いんで、驚きの展開をするというところが多いんで、そういうところを考えると、やはりこの Save Our Soul というアルバム全体、原田真二というのを言う人の持っている軽んじることのできない大きな才能というのを感じる一曲だと思います。で次の Save Our Soul で、確か私の記憶ではレコード時代の A 面は最後セーブ・アワ・ソウルで、 A 面の最後セーブ・アワ・ソウルだったと思うんですが、違いましたかね。違ってたらご指摘ください。で次のセーブ・アワ・ソウルタイトルナンバーでお会いしたいと思います。来週またお会いします。それでは失礼します。